海上自衛隊が現在保有運用する多数の艦艇の中で、最大の規模を誇るのが出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の2隻、1番艦出雲と2番艦加賀だよね。そんな両艦とも2023年11月に第1回目の航空母艦化改修工事が終了したぜ。さて今回は出雲と加賀が第1回目の航空母艦化改修工事を終えた件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。一番艦出雲は2020年度から2021年度の6月にかけてすでに第1回目の航空母艦化改修工事を終えており、その全通式の飛行甲板は今後艦載機とする F-35 ライトニング 2B 型の運用に備えた耐熱ところ加工等を中心に実施されているよ。この第1回目の航空母艦化改修工事を終えた一番艦の出雲では、全通式の飛行甲板板上に F-35 ライトニング 2B 型が発艦時に目印とする黄色のトラムラインが新たに引かれ、大きな外観上の変更点となっていたんだ。今回の2番艦の加賀の第1回目の航空母艦化改修工事でも、こうした全通式の飛行甲板への黄色のトラムラインが追加されると同時に、1番艦の出雲に先んじてその先端部分の形状の変更が行われているみたい。2番艦加賀は2021年度の末から今回の第1回目の航空母艦化改修工事が行われたが、飛行甲板の先端部分を従来の台形状から四角形に改めており、外観上からもそれとわかる変化が画像級動画などでも確認できるね。この2番艦加賀の全通式の飛行甲板の形状変更は、F-35 ライトニング 2B 型を運用するにあたって、その発進時の飛行甲板の面積を確保すると同時に、露天駐機等に使用可能な面積も減少させないことを考慮して行われたものとなっているぜ。今回2番艦の加賀はこれらの第1回目の航空母艦化改修工事を終え、2023年11月13日から17日にかけて5日間の海上でのテスト航海を行い、所属する第4護衛隊軍の第4護衛隊が母港としている広島県の呉基地へと戻ったな。2番艦の加賀のこのテスト航海を実施中とされる動画は SNS 上にも公開されているが、四角形に拡幅された全通式の飛行甲板の右端には、これまでと同様に一旦は工事のため撤去されていたシウイスも再び取り付けられていることが確認できるよ。2番艦の加賀は一旦通常の任務へと復帰を行った後、現時点では2026年度の末より第2回目の航空母艦化改修工事が施される予定となっており、最終的な完了は2027年度に終えることになるスケジュールだと目されているんだ。逆に1番艦の出雲は2024年度末から第2回目の航空母艦化改修工事に着手されることが決まっており、ここで四角形に拡幅された全通式の飛行甲板へと大規模な工事を施される予定で、2027年度中には完了の見込みとされて、もともと1番艦出雲、2番艦加賀の2隻の出雲型ヘリコプター搭載護衛艦は、共にジャパンマリンユナイテッド社の横浜事業所の磯子工場で2012年から2015年にかけて建造された艦艇で、前者が2015年、後者が2017年に収益を果たしたものだぜ。建造時の出雲型ヘリコプター搭載護衛艦は、1番艦の出雲が約1139億円、2番艦の加賀が1155億円の費用が投入されており、この建造費は最新鋭のマヤ型イージス護衛艦が1隻およそ1700億円ほどもすることに比すれば安価にも映るよね。まあそれだけイージス護衛艦は、搭載するイージス戦闘システムや兵装に関する費用が高額であることの裏返しとも言えるのかもしれないが、今後の新造艦は間違いなく1隻あたり2000億円にほど近い建造費となるのだろうな。さて出雲型ヘリコプター搭載護衛艦だけど、海上自衛隊における艦式号は DDH と呼称されており、この艦式号が用いられた艦艇としては春名型、白根型、日向型に次いで4番目という位置づけとなっているよ。春名型は初のヘリコプター搭載護衛艦 DDH として春名比叡の2隻が建造されたけど、すでに2021年までに退役済みで、白根型も地羅根と鞍馬の2世紀が建造されたがやはり2隻とも2017年までに退役を終えているんだ。春名型、
白根型ともにヘリコプター搭載護衛艦 DDH とはいうものの、艦体後部に大型の回転翼用の飛行甲板と格納庫を装備した作りであり、回転翼機を最大で3機搭載収容可能だが、同時の離発着はできない仕様だったな。これが回転翼機の同時離発着を可能とすべく、初めて全通式の飛行甲板、いわゆる見た目の上からも航空母艦前とした外観となったのは前級である日向型からであり、回転翼機を最大で11機、3機の同時離発着が可能なものとなっているぜ。同じヘリコプター搭載護衛艦 DDH に分類されながらも、初期の春名型、白根型はその艦名も日本の山岳の名称から命名されており、日向型や出雲型などのように日本の旧国名が当てられている点には相違が感じられるよね。極めて個人的な見解ではあるが日向型で旧国名を艦名に命名することによって、海上自衛隊においては回転翼機とはいえ母艦であるとする意図を明確に打ち出したのではないかと感じており、艦艇の位置づけが大きく変化したように思えるぜ。いずれにせよ日向型ヘリコプター搭載護衛艦の1番艦日向、2番艦伊勢ともに建造を受け負ったのは出雲型と同様にジャパンマリンユナイテッド社であり、この分野の艦艇を一手に引き受ける造船企業となっているな。春名型や白根型のヘリコプター搭載護衛艦 DDH は、三菱重工業社や現在の IHI 社が建造していたことを考えても、全通式の航空母艦型の艦艇はジャパンマリンユナイテッド社が一手に引き受けている状態で、今後もこの傾向が続くのかは興味深い点だと思われるよ。さて出雲型ヘリコプター搭載護衛艦だがその航空母艦化改修工事の費用は、予算上からはこれまで2020年度が31億円、2021年度が203億円、2022年度が61億円、2023年度が52億円と段階的に必要に応じて投入されているね。この中でも2021年度の予算額が203億円と突出して大きな金額となっている理由は、今回述べてきた2番艦加賀の全通式の飛行甲板の拡幅工事が行われたためとみられ、全体の中でも大規模な工事であることは間違いないんだ。したがって1番艦の出雲が2024年度末から行う第2回目の航空母艦化改修工事に関しても同様の傾向が想定されるけど、トータルで見た場合の2隻の航空母艦化改修工事の費用総額は優に600億円を超過すると単純計算でも考えられるよ。この航空母艦化改修工事の費用の総額を鑑みれば、前述した1番艦の出雲の約1139億円、2番艦の加賀の1155億円の費用と合わせ、少なくとも1隻あたり1500億円に近い額が必要となると見て差し支えないだろうな。そう考えると当初より航空母艦として建造していれば建造費の総額としては低減させられたのではないかという仮定も頭をよぎり、周囲の国々の軍事力の変化に左右されるとはいえ、先を見据えた防衛装備品の調達が一層求められると思われるぜ。費用面ということで言えば出雲型が航空母艦化して艦載機とする F-35 ライトニング 2B 型だが、日本はこれまで2020年度から2023年度の4年で合計20機、総額でおよそ2997億円ほどを予算として計上、取得を促進しているらしい。さらに来年の2024年度の防衛予算上には、F-35 ライトニング 2B 型を7機で総額1256億円での取得費用が盛り込まれており、これまでと合わせれば27機で総額4256億円、1機あたりの平均はおよそ157億円ほどを投入する計算となるみたい。日本は現時点で最大42機の F-35 ライトニング 2B 型を調達する計画で動いているけど、すでに今決定している2024年度予算分まででも母艦たる出雲型の改修工事費用を軽く上回る金額となっており、改めて戦闘機の高額さを認識させられるよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。